ヨハネの福音書連続公開メッセージ2章11節から25節イエス様の義憤というタイトルでお話をさせていただきますはじめに聖書箇所をお読みいたしますその後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下って行き 長い日数ではなかったがそこに滞在されたユダヤ人の杉越の祭りが近づきイエスはエルサレムに登られたそして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり細縄でムチを作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らし その代を倒しまた鳩を売る者に言われたそれをここから持っていけ私の父の家を商売の家としてはならない弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたそこでユダヤ人たちが答えて言ったあなたがこのようなことをするからには どんな印を私たちに見せてくれるのですかイエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを三日で建てるのですかしかし、 イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであるそれでイエスが死人の中からよみがえられた時弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして聖書とイエスが言われた言葉とを信じたイエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時多くの人々がイエスの行われたしるしを見て 皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかったなぜならイエスはすべてのことを知っておられたからでありまたイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので人について誰の証言も必要とされなかったからである世界中の皆様 愛していますイエス様も国も民族も超えて皆様を愛していると言ってくださいますイザヤ書43章4節とマラキ書1章2節ですぜひこの箇所は覚えておいてくださいコロナ禍の中で孤独を感じる方が多いと思うんですけれども私たちの神様は こうやって言葉で愛していると言ってくださる神様であることを絶えず確認していただきたいと思います今日の聖書箇所はその後と始まりました先々週なので思い出してくださいその後は11節ですイエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様が神様として栄光を表す奇跡、水をぶどう酒に変えるということをなさったんでしたよね。皆様の直近一週間はいかがだったでしょうか。私の周り、えー、日本なんですけれども、もう今はもう本当に霊的戦場ですからひどいものでした。 クリスチャンはほとんどいない日本です。皆さんの周りも数々の争いや問題が起こって心休まらないこともあったかと思います。コロナ騒動ですんだ人々の心がトゲトゲしくなっています。彼らは神を知らないのですから許してあげてください。私たちは自分を今しめて 自分自身はさらにさらに丸くなって転がっていきたいものですせめて礼拝の尊い時間は2000年前のイエス様に集中して変わらぬ教えを心に刻み力を得てこの世でまだ生きていかなければなりませんイエス様も親戚の結婚式が終わって多くの人々が信じて 気持ちよくガリラヤを出発されました。一人旅ではありません。母や兄弟たち、弟子たちも一緒でした。イエス様は決して一匹狼ではないことを覚えて孤立なさらないようにしてください。イエス様は修行僧ではありません。ですから次の滞在先であるカペナウムにも ある程度の人数で行かれて、長くは滞在されなかったんです。やるべきことをするなら、あとは神様に委ねて、次に移動する。これがイエス様のやり方です。特に、献身している者たちは、電動現場に長居は無用です。私たちの器は小さいし、入っている水もわずかなんですから、 福音だけ告げればもう無駄に使う時間はありません。日本は5年で86万人も人口が減りました。もたもたしている間に100万人単位で人々が死んでゆきます。もっと祈り、天よりの知恵をいただいて、多くの救急の救いの宮座が起きるようにならなければならないです。 コロナになって唯一の良いことがあります。世の中の人々が狐や人なんかのわけのわからない神様を作り上げて、わけわからなく騒ぐだけのお祭りというものが中止になっているということです。今日ここに原点のお祭りが聖書に出てきます。 お祭りが記念のお祝いだということがわかります。誠の神様が先民イスラエルをエジプトの圧政から救い出してくださったことを記念とした。ユダヤ人の過ぎ越しの祭りです。現代の独立記念日も及びません。アメリカは今年の独立記念日はもうコロナ終結をうってですね。何十万箇所で花火を上げるそうです。 本来の祭りは誠の唯一の神様に感謝して喜び祝う日であることがわかります。というわけでイエス様一行もエルサレムの都に向かったわけです。ところが宮の中はどうだったでしょうか。皆さんも映画で見られたことがあるかもしれませんけれども14節を見ると 牛や羊まで売っているという市場のような状況になっていました30歳で石窟だったイエス様が縄を鞭にして牛や羊を追い出している様子を想像するとイエス様の怒りがどれほどだったのだろうと胸が締め付けられます皆さん考えてみてください牛はその当時 食物を作る農業の担い手です。羊は裸では生きていけない弱い人間の体を守る衣類の源です。もちろん食べることもあります。鳩はノアの箱舟以来平和の象徴ですけれども戻ってくる習性から電車バトにも使いますし鳩の料理もあります。どれも 人間の生活には欠かせない価値あるものです。両替人は何のためにいたでしょうか。当時外国人も多かったからでしょうか。献金をするのにお金を崩す必要があるのでしょうか。献金の時間にお財布を慌てて開けて1万円札しかなかったら皆さんはどうするんでしょうか。神社は 小銭をさい銭箱に入れて、紙の札を買って、守り札にしてお金を集めますけれども、ここでも不当な手数料を取っていたんでしょうか。代を倒しとありますから、普段からお店としてやっていたんでしょう。世の中の人々はこれらを生きるためには仕方ないと言うでしょう。でもイエス様は、 これらを許しませんでした。激しい怒りをぶつけられ、追い出し、蹴散らし、言われます。16節です。また、鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。宮戸は教会であり、献身者の人生です。 そこには食べるための自分の力で生活する何者をも持ち込んではならないのです。多くの宣教師が借金して小さな店を出して何とか宣教生活を成り立たせようとして失敗します。宣教師の本業は商売人ではありません。商売は商売人に任せましょう。 私も初めて韓国に行った時に見たキリスト教百貨店を見て戻ってから日本の下町にハレルヤショップを10年間開きましたその時の回転資金の借金はまだ半分も残っていますお金は大切なものですけれども欲を出せば罪に変わります先頃 福岡市で一人のキリスト教会の牧師と呼ばれる老人が自殺幇助という罪で逮捕されました一人の罪は栄光ある福音伝道の妨げとつまずきになります穏やかな神の子イエス様が生き通られる義憤は悲しみに満ちています欲がはらんで 善悪を知る木の実を食べた事件以来、人間は生きるためと言い訳しながら、生かしてくださるイエス様に信頼せず、罪の道を選択してしまうのです。マタイの福音書、六章二十一節でイエス様は言われました。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。 気をつけましょう弟子たちはイエス様の義憤による行動を見て四編六十九9九節を思い起こしますユダヤ人がどれだけ旧約聖書を読んでいたかが分かりますダビデが自分の愚かさを見前に恥じる場面の歌です四編六十九9九節お読みします それはあなたの家を思う熱心が私を食いつくし、あなたをそ知る人々のそ知りが私に降りかかったからです。その姿は神々しく義がほとばしっていたのだと思います。父なる神の家を商売の家としてはならないという以上、どんな神の子供の証拠を見せるのかと、 ユダヤ人たちは反発しました。イエス様の答えは、霊的しさに富んだものでした。十九節です。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は三日でそれを建てよう。三年後にイエス様が打ち立てた十字架の 人類のあがないの後、三日で死因の中からよみがえられました。このことを先におっしゃったのです。肉の目しか持たない人間には、そんな霊的な未来予言がわかるはずがありません。私たち現代人が恵みの時代に生きていると言えるのは、二千年も経っているのに、 変わらぬ聖書の御言葉で、この十字架形のあがないが、全く人類の救いを明確に、永遠に受け継いでいる事実です。神様は全人類を作り、生み出したのです。ですから、その全ての子供たちを愛しています。あなたが誰かを嫌ってでもです。 ですからイエス・キリストによって私たちのために前例前世全身に関する全くあがないを成し遂げてくださいましたですから霊魂におけるのと同様に私たちの細胞の一つに至るまでそのあがないの中にあります遠い昔 イスラエルの人々をエジプトから救い出す時にモーセはパロ王に言いました出エジプト記の10章の26節です私たちは家畜も一緒に連れて行きますひめ一つも残すことはできません私たちは私たちの神 主に仕えるためにその中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれをもって主に仕えなければならないかわからないのです。このように告げるほどの全くのあがないなんです。神様は真実に自分の声に聞き従い信頼する者には 驚くべき完全な救いを備えてくださいます。人間が作った神殿も家もいずれ壊れることを地震国日本は肝に銘じて知っています。うちも築40年なんですけれども、おとといカリフォルニアで高級リゾートホテルが築40年で突然崩れ落ちて、 百人近い人々が死亡しました。パウロ先生はイエス様の霊が住む。私たち自身の体が。聖殿だと言っています。このキリストにあって。あなた方も共に建てられ。御霊によって。神の御住まいとなるのです。 エペソビトへの手紙2章22節です。私たちはこの神様が住まわれる体の管理者です。材料なる木材も石もイエス様が植えて成長し切り出してきて削ってくださいます。私たちはされるがままでキリスト者になりました。 掃除して放っておくと七つの悪霊が来てその体に住み着くと言われています。種をまき水をやり育てて花を咲かせて美しく保たなければなりません。イエス様は当時はご自分を彼らにお任せにはならなかったと二十四節には書かれています。 誰も現在から救われていなかった時代だったんです。でも今はキリストイエスを自分の救い主であると信じるならばどんな人でも救われるんです。イエス様はキリストである自分について誰の証言も必要とされなかったと25節には書かれています。日本では長い間 救いの証と称する信徒の証が流行りでした。時には牧師の説教の代わりに信徒の証を講談で話しさせたりしました。そのため教会は精霊の力を失い霊的戦いに勝つことができず日本選挙は伸び悩んでいたんです。キリスト教の学校は5万とあるのに卒業生は福音を知らずに 世の中をさままよってて生きています私たちキリストを知る者はしっかりとイエス様と一つになり清められた住まいとして行動していかなければなりません私たちを通して行われる御言葉による奇跡はエルサレムで行われたイエス様の奇跡と同じように信じる者を生み出すでしょう 生きているイエス様が喜ばれる聖なる行動者でありますようにキリストなるイエス様の皆でお祈りいたします。アーメン